ジブラルタル海峡海峡とは、陸地によって狭められている水域。日本語では海の一字が含まれるが、必ずしも海に限ったものではない。薪の海峡のように湖にある場合は、湖峡ということもある。海峡は、英語のストレートの最も一般的な訳語であり、英語の故障法が地形の故障に導入されるようになって用いられるようになった。 英語のストレートはコフランス語のエストリットの派生語で、ラテン語のストリクトムに由来する地形表現である。また、ストレートよりもやや大きい地形は、サウンドと呼ばれ、スウェーデン語のサンドに由来する地形表現である。ただし、サウンドは日本には相当する地形がなく、台湾のような意味であるが、ガルフと区別しにくくなる問題がある。デンマークにある、 英語名ザサウンドはエーレスンド海峡、アメリカ合衆国のプジェットサウンドはピュージェットワンと訳されている。日本古来の海域の故障として明治以前の文献において船が出入りできる河口水路に用いられるものにはセットやミオがあった。しかし、チャンネル、ストレート、パッセージ、パスなどに相当する地形表現を日本古来の故障で表現するには限界があったので、 チャンネルやストレートなどに水道や海峡などの訳語が用いられるようになった。ただし、海峡と水道は明確な基準で分けられているわけではない。同じ海域に複数の名称を有するものもある。また、歴史的に故障が変化したものもある。海上交通路が絞られるポイントである海峡は、その確保や制限のために軍事、 国際政治上の焦点となることも多かった。陸上生物の移動は往々に海によって阻害される。そのため、海峡は陸上生物の分布の境界となることが多く、いわゆる分布境界線は海峡に惹かれることが多い。生物区形の境界も海峡であることは多い。ベーリング海峡は旧北区と2帰宅を区切る。ありがとうございます。